スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、マサとケイコの音楽日和。この番組は味噌問屋の若旦那にして演歌歌手の酒井雅俊とピアニストの伊豆谷恵子が、さまざまなゲストとともに人生と交わる音楽をお送りする番組です。皆さんこんにちは。こんにちは。2019年6月11日火曜日配信第59回になります。59回ですか。うんうん、いよいよです。ということはあれだね、次が60回ってことですね。還暦になりますよ。還暦になりますね。いやいやいや、ぶったまげますけども、まあね、本当にね、あっという間ですよ。でも、そうなんですよ。でもよく頑張りましたね、60回。本当にお世話になってます、マサさん。いやいや本当に。まあまあ6月、まあ6月の前にあの5月にね、はい、ほら北海道でほら40度近くになってたり、あのニュース、ね、どこって私ね、もっと西の方かなと思ってたんですよね。うん、そう、何日か1日だけ北海道が最高気温の全国の1位から5位までを占めてたという、そんな信じられない。だってもう真夏ですよね、あの39度って。そうそうそう、39.5度でしょ。うん、で2つ目がなんか 38.7 度とかね。どうなるの、ちょっと自分の体温より高いんだからちょっと具合悪くなっちゃうよね。そうですよ。でね、そんなこともありながら、ね、そういう5月を終わって、もうつ6月になるんですけど、はい、6月というとやっぱりね、今度梅雨入り。そうなんです。でも沖縄の方とかはね、もう梅雨入りね、なってますよね。まあいつ頃東京はあたりまで来るのかなと、ね、あれ梅雨がものすごく長かった、暑くなるとか、なんかそういうなんかあるんですか、ジンクスみたいな。うん、でもね、あんまりなんかこう法則的なものってないんじゃないかなと思って。あ、冬ほら梅雨でも暑い、ジメジメした梅雨と、うん、何にも降らない時ありますもんね。そう、降らない時もあるし、実はこう雨がたくさん降って、はい、低温になる梅雨もあるでしょ。あ、梅雨寒の梅雨。だ、今年はどれかなと思ってるんだけど、まあ、例年だいたい暑いけどね。そうですよ ね。去年の梅雨どうだったろうと思ったんですけど、あんまり覚えて、もう忘れちゃいますね。過去はもう忘れて未来に、うん、そうそうそう、過去をどんどん消していかないと、消していかないと ね、脳みそのもう容量がオーバーしてるんで、うん、そう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 、もう私の年になるとそういう年です。はい、いやもうなんかずっとやって少しずつ捨てていかないとね。そんなことないですよ。いやいやいや、使わなかったのをまた刺激してます。うん、ちょっともっともっとこう、ね、アンテナを強く、アンテナはね張ってるんだけど、そうそう、だんだんね、いろんなことが覚えられなくなってきてね、やっぱりね。そういう時はもうスマホでメモをして、そう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 、今の時代はスマホがいけないのかもしれないけどね、記憶力しなくても大丈夫ですよね。調べられちゃうからさ、調べられますもん ね、ですよね。それがあるかもしれないね。そうなんですよね。うん、だって漢字だってもう なんかなんとなくのも形で覚えちゃって、私とか実際書こうと思ったら書けなかったりするんですよ。なんかどうだった、クチクチクチって書いちゃって、ね、最近はね、テレビとか見ててさ、顔は分かるんだけど、はい、この人の名前が分からないとか、来ました、そんな子、そうあるんだよな。出てこないの、本当出てこない。特徴ばっかり言ってね、そう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 、名前だけ言っちゃう、参っちゃうよね。まあでもね、そんなこと言ってられませんので、はい、頑張っていきたいと思いますけれども、はい、ね、なんか梅雨のことを今日はね、はい、ちょっと例のコーナーで、豆知識のコーナーでっていうことなので、はい、一旦ね、はい、コマーシャルに行かせていただきまして、はい、今月もね、皆さんよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。綺麗、気持ちいい、心地いい、住まいから笑顔を作り出す宝工機は、そんな住まいづくりのお手伝いをしています。25年間積み上げた技術力とサービスで、ハウスクリーニング、定期清掃、
植木のお手入れからリフォーム、水のトラブル、ゴミの撤去、蜂の巣駆除まで。お住まいのお悩みなら何でもご相談ください。高い品質、良いサービス、タカラ工機。メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料でつき、地域最安値を実現。一人カラオケも大歓迎。子育て世代にも優しい特典があります。大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしています。お客様に廉価で楽しい時間と空間を、それがメロワークスのモットーです。この音楽豆知識コーナー、はい、今月もやってまいりました、はい、大好評の豆知識コーナーでございますけれども、はい、恵子先生、今日はですね、どういったことを、あのですね、はい、あの先月ちょっと揺らぎの癒しがあるって言ったので、はいはいはい、あの今回もちょっとそれにちょっとつながるような感じで、うん、雨、やっぱり梅雨の時期なので、はい、雨の雨音がだんだん速くなったりって、はい、それもなんかある意味ちょっと揺らぎというか癒しの効果があるんだろうなと思いながら、そういうちょっと落ち着く感じのクラシックあの曲をちょっとご紹介したいなと思って、はい、そうですね、いろいろそういうのも紹介していただいて、はい、聞いていただくとまたね、ちょっとそうなんです、あのなんとなく梅雨、雨が降ってる時に聞くと感慨深い曲があるんじゃないかなと思うんで、なんかこうモヤモヤした気分をちょっとまあますますモヤモヤになるかもしれませんがまあまあそういう季節をね浸っていただきたいなと、はい、あのじゃあ、何曲かね教えていただけますか。そうなんですよ、はい、まあ、一番有名なのはショパンだと、まあまあ、僕も知ってますよ、言って雨だれ、そう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 、知ってますよ、タンタタンっていうね、知ってますよ、あれは皆さんも知ってるんですよ、有名ですもん、うん、まあ、あのそのタン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 となってるのがっていう、はいはいはい、もうその後ですね、やっぱり確かにあれね、雨って言えば雨な感じだよね、そうなんですよ、でもあれもショパンがちょっと肺を犯してその病気が迫ってくる感じがあの音のあれなんですけど、まあその時雨が降っててそれとこうシンクロするというか、そんなイメージ作られたんですけど、まあ一番有名なまあそうですよね。でまあ、あの他にもですね、あのラベルっていうフランスのあの作曲家さんが水の戯れって言って水で遊んでるようなとっても涼しい曲があって、はいはい、あのこれも皆さんもし多分あの聞いたらなんとなく知って、でもやっぱり知らないからちょっと聞いてほしいなと思うのがあるんですよね。なるほどね、まあ、そういうのもあるし、ドビッシーの雨の庭、これも本当に同じラベルとさっき言ったドビッシーって同じフランスなんですけど、うん、また違った雨を楽しく作曲してる感じ、あ、うん、途中ちょっと暗くはなるけど、でも本当に弾んでる感じ、はいはいはい、ピチピチチャプチャプ、あの、うん、あのあるじゃないですか、雨雨フレフレ母さんを、ね、のちょっとこうフランス版で、うん、なるほどね、とかまあ全然違うバイオリンの曲とかだと、うん、ブラームス、はい、ドイツのおじさんなんですけど、うんうん、おじさんって言ってもまあ若い時もあったけど、私おじちゃんって言うんですけど、はい、雨の歌っていうバイオリンソナタがあって、ピアノとズバリ雨の歌なんですね。そうなんです、うん、でもこれも華やかだったりして、まあ、2楽章とかしっとりなんですけど、まあ、そなた形式であったりとか、あとはですね、はい、これはね、題名でねすごくなんか聞きたいなと思うピアノ連弾なんですけど、ピアノ連弾、はい、はい、これもドビュッシーで、うん、朝の雨に感謝っていうタイトルなんですよ。もう確かに朝の雨には感謝する、例えばね、花とかね、そういうのも感謝したりする部分もあるでしょうからね、はい、それがピアノ連弾であって、まあ、ギリシャへの憧れを、うん、考えた曲なんですけど、はい、エキゾチックでユーモラスがあるので、今言った曲とかなんか、まあ、あの聞いてらしたら YouTube とかではもう有名でいっぱい出てきますので、なるほど、聞いていただけたらなと、はい、思います。はい、わかりました。皆さんね、ぜひ参考にしていただいて、梅雨の時に聞いていただければと思いますので、はい、演歌で梅雨って言うと何かありますありますよ、皆さん一番有名なとこ、はい、ほら、雨雨雨、あ、吉野大木さん、ふっとふれ、なる
じゃないですか。あ、そっか。あれはやっぱりね、皆さんよく歌いますよ、あの歌は、ね、そうですね、私も歌えそう、はい、ということで、ね、うん、いろいろあるので皆様もちょっとふと、はい、あのね、知ってる曲とかを聴いてもらえたらなと思います。はい、皆さんよろしくお願いしたいと思います。恵子先生、今日もどうもありがとうございました。いえいえ。それでは今月のゲストコーナーに参りたいと思います。今月のゲストはですね、シンガーソングライターの岡秀俊さんです。よろしくお願いします。どうも、はじめまして。はじめまして。はじめましてかな。はい、そうですね、はじめましてです。岡さんはね、はい、私も何年か前からね、そうですよね、いろいろ、まあ、音楽祭ですとか、はい、そういったことも含め、あと何年か前に前劇団ムジカフォンテという、はい、豊島区の、はい、ミュージカルをやってる劇団の主催のね、ちくさん、ちくはるみさんがゲストにいらっしゃったんですけれども、はいはい、そのね、ムジカフォンテのね、はい、ミュージカルに一回出てるんですよ。使っていただきました。出てるんですよ。あれ、雑司が谷の時だっけ。あと何でしたっけね。あ、そうそうそう、ね、え、私見てますよ。蝶が、蝶がなんか袋のやつです、ね、そうそうそう、私見、本当ですか。蝶が運んできたミミズクの話じゃないけど、なんかそういう題名の、そうそうそう、見に行ってるんですよ。 ありがとうございます。出てたんだよ。宮司さん役、こんな髪型じゃないんで、ね、神社の宮司さん役で、そうそうそう、やっぱりか、そうだって、そうで結構、まあ、大塚でもね、いろんなところで歌ってもらったり、その、はい、当然音楽祭でもやってもらったり、お世話になってます。もういろんなところで歌ってもらって、秋の祭りとかでもね歌ってもらったし、いやいや、本当めちゃくちゃありがたいです。でそんなんで、まあ、前から僕はよく知ってたんで、ありがとうございます。でよし、今回はちょっと、うん、やったー、ね、皆さんに岡君の魂をね、ありがとうございます。見てもらおうかと思って嬉しいです。今日は来てもらった。ありがとうございます。めっちゃ光栄です、ね、ちょっとじゃあ簡単に、はい、まず自己紹介をしていただいてもいいですか。あ、わかりました、はい。シンガーソングライターなんですけども、はい、まあ、人生を歌うっていうのをもとに、うん、まあ、人生の応援歌っていうのを、はい、歌っております。まあ、普段ギターでこう、ね、上り、背中に上りとか立てて、そうそう、ね、うん、ホームページとか、YouTube とかね、うん、で岡くんの名前で検索すると、うん、必ずね、自分の背中に上りを背負ってるのよ。名前を書いたね。そうそうそう、売名行為を。ね、ライブって結構やってても、別に僕ライブ、ね、酒井さんとかみたいに歌うまいわけじゃないし、いや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 、特になんかやっぱりこう一回見てもらって、うんうん、こう覚えてもらわないと、そう、ね、だからもうビジュアル的には絶対忘れないパターン。なんかこの上りもだし、今日の服も黒はやっぱり自分にとってなんかパーソナルカラーなんですか。なんかね、普段は赤系着てるよね、結構ね。あら、あら、そうなんです。今日私赤なんです、ね、そうそう、だから今日お会いして、そのケイクさんのなんていうか、カーディガンっていうか、そのすごいね、これね、音源聞いていただいてる方どんな想像するかなって、赤って言っても、うん、そういうなんか朱色とかじゃなくて、うん、もうド赤っていう ね、 うね、ショッキングレッド、ショッキングレッド、それが大好きですね。なるほど。なんか素敵だなと思って、なんか、はい、ありがとうございます。普段はどういう活動を大体されてることがいいんですか。普段はもうなんか、僕はもうドフリーなんで、うん、日本全国どっからでも、そう、結構、ね、全国行ってるよね、いつもね、あちこち、ね、歌わせていただくとかもどこでもありがたいっていうので、はい、うん、まあ、年間200本ぐらいですかね、今、すごいよね、あちこち行って歌わせて、なんかこの写真とかとなんかバイクで行ってそうな感じが違うんですよ。登り立てて、登り立ててなんかね、ジェガーみたいな、レガーさんみたいな。そうですね。充電させてもらう、ね、そうですね。そう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 。なんかそうですね、うん。暴走族みたいなイメージなんですかね。そうね、ちょっと分かんないですけど。でもね、見た目と違ってね、すごい高青年。ですよね、高青年なんです。恐縮です。ありがとうございます。年齢的には僕の3分の2ぐらいなんだけど。ね、びっくりした、ね。そうですか。ちょうど3分の2なんだよね。そうなんですか。そうなんですか。そうなんですよ。1.5 倍だ。ということは僕の 1.5 倍先もまだまだ大丈夫。そう大丈夫、大丈夫、全然大丈夫。そう聞くと逆に安心しますよ。全然大丈夫ですよ。ね、あ、よかった。そう、まあ、それで、はい、もしかすると、ね、岡さんもね、
このね収録してる、うん、はいはい、後に、はい、あの収録しましたってほら宣伝してくれると、はい、お子さんのファンとかもね聞いてくれると思うんで、はい、ね、あの宣伝もしてもらいたいと思うんですけども、はい、あのよくほらテレビに出たりとかっていうのも結構話題になってたんで、その辺の話もねちょっと聞きたいなと思って、あのね一番最近だとね、もや様もそうだったんだけど、あの、はい、もやもやサマーズさんの、あの人たち、なんだっけ、ブラックマヨネーズの番組、そうそう、あれは結構すごかった。だんだんだって見てるの。村上マヨネーズの突っ込ませていただきますと、まあ深夜の番組なんですけど、フジテレビ系列で割とほぼ全国放送で、まあ、あのやっていただいてる番組で、はいはい、ブラックマヨネーズ吉田さんの、うん、過去の吉田さんってあのブツブツの方の人だよ。ブツブツの方の人だよ。そうあの二人は面白いね。ブツブツとデブで大丈夫。いやそう、ごめんなさいね、失礼しました。いや僕もそういうことを実はテレビの中で言っちゃって、言っちゃったの。いやだからあのそれが収録していただいたのが、うん、もう大塚の駅前だったんですよ。嘘。そうなんかそのブラックマネーズの吉田さんの過去の恋愛のエピソードを、うん、その路上ミュージシャンたち、いろんなミュージシャンたち、それが、それぞれあの歌にして、うん、それであの20組ぐらいの中から7組だけオンエアされる人を決めると、はい、その7組の中で吉田さんが独断と偏見で1組だけ、うん、あの選んで、うん、でその方が、なんか選ばれた人が、番組のエンディングテーマになるっていう不思議 なんかの第1回コンピューターグランプリとなったんですけど、それで、まあ、他のミュージシャンね、池袋とか新宿とかいろいろやったんですけど、僕はその大塚でのれん街とかで流しもやらせてもらってたし、酒井さんとかね音楽祭とかあるんで、大塚でっていう形で、大塚のまさにこのスタジオの逆側のあそこの大塚の駅前で収録をしていただいて、でちょっとその吉田さんのエピソードとかもブツブツがどうなったかわけわからんことを失礼なことを言っちゃって、でそれ編集 にもかかわらず載せていただいてしまいまして、吉田さんそこでちょっと苦笑いされててちょっと申し訳ないなと思ったんですけども、まだ奇跡的に岡が優勝ということで、しばらくエンディングテーマに使っていただいてたのが大塚だと。なるほどね。大塚はやっぱり僕にとってもすごいなんか思い入れの深いなんか場所だなっていうことがありますですね。なんかすいません俺の話。いやいや、でも本当にね北海道行ったりね結構してるし、なんか全国つつうらうら、もう幅広くね細かいところまでねライブに行ってるんですよ。そうでね、皆さんで、ね、あの本当にあの背中にねちゃんと、はい、岡秀俊って書いたね、あの上りを立ててギター片手に歌うわけですよ。あのコールは何なんですか、岡ちゃん何なんですか、秀さんとか何か、何でもありなんですか。何でもありですし、なんかむしろステージでこうなんか歌ってて、わあならみんな叫ばおやしゅーとかなんかってね、昨年のね大塚音楽祭でもね、そうだね、そう大変ないろんな波乱を巻き起こして。ステージから靴バコンって投げたらなんかそれがピアノの譜面台に当たってしまったとかね、祝先生もなんかハーってすごい顔してましたね。そう今年もなんかほらやってね、そうですね、まあ、うん、この配信の頃はまだ終わっちゃってるけど、うん、まだほら音楽祭の前なんで、はい、なんかがやってもらえるんじゃないかと期待してるんですよ、ね、いやこちらこそ、ね、毎年毎年ありがとうございます。本当にね、あとこうほら LINE のブログ、はい、あはい、LINE のこととか、あ LINE スタンプもあるんだよね、確かね、 LINE スタンプもあって、そのこともちょっと教えてください。 LINE スタンプっていうのをあのデザイナーの正倉さんという方に作っていただいて、はいはいはい、でなんかこの結構もうどぎついね、これちょっとなんかすごいね、なんかアントニオ猪木だのミヤゾンの偽物などもな、結構確かにそう言われるとそう言われるとそう、そうですね、そう見えないこともないね、確かにね、そうなんですよね、それを作っていただいて、まああのポチポチね買っていただいたりもしたんですけど、うんうんうん、まあ、LINE の話はあのちょっとですね、これあの、まあ、人によっていろんな意見分かれると思うんですけど、うん、電車の中でちょっと弾き語りをしたんですよね。え、それは何？え、いきなり？そうあれ何？ブラシ何やりますっていうあれじゃなくて、手じゃなくて、そうふわっと入ってって、あのもうほんと終電ぐらいの小田急線、人も回らぬ小田急線で、マジ？そう、いやでも弾き語りってわーってやるんじゃなくて、うん、ちょっとそっと座って、上り立てて、はいはいはい、あちょっとあのちょっと練習してる程度やったそう
柔らかく歌ってたんです。そしたらもうみんなが若い子らがこう写メ撮ったりとか、なんだなんだってこう騒然とし始めて、はいはい、だけどおーってなってたんですけど、2駅ぐらいしたら、はい、あのアルソクの警備員の方入ってきて、楽器の演奏やめてください、一発で怒られるわけですよ。そんなもんね、当たり前じゃないですかね。でそこでも僕が立ち上がって、皆さんすいませんでしたと、僕は岡秀俊と言います、本名ですと、何かありましたらあの通報するなり何なりやってくださいと、うん、まあ、僕は僕でそれ先輩に言われたんですけども、はい、なんかあのお前はその人生の応援歌って言って人に届く歌をこう歌ってるじゃないかと、それを俺は認めてるし、うん、だからそれが反社会的だとかルール違反だとかいろんなこと言う人いるかもしれないけど、うん、いつどんな時でもそういう思いを持って届ければあの分かってくれる人はいるんじゃないの、うん、っていうので、はい、やったんです、はいはい、それをやったら書いたらブログとかがクソどう炎上しまして、うん、中にはお前応援してやっとんのになんかそんな社会反社会的なことすんな恥ずかしいみたいなこともありましたし、ミュージシャンの頃とかは最高やねみたいな、いろんなことがあって、で、まあ、頭下げたらなんか知らんけど電車の中が拍手大喝采で、うん、でむしろその楽器の演奏やめてくださいって言ってたアルソックの人を、うん、はい、あの周りのなんかケバい女子高生みたいな子が動画撮ってて送ってくれたんですけど、うん、なんなのこのおじさん、せっかく頑張ってるのにさ、いいじゃん日本は本当にさ、せちがらいよね、つらいねとかってボソボソボソって言ってる動画が送られてきたんですよ。だからそれをで、あ、日本も捨てたもんじゃないねって先輩、うん、ビークさんっていうね先輩なんですが書いてくれて、でそれがきっかけになってあの LINE の公式ブログみたいなのを載せていただいたりとかして、公式ブログを、面白いね、面白い、まあね、遠藤道郎さんみたいなね、どっちかというとそういう、うん、あの話題の起こし方だったかもしれないですけど、なんか人を傷つけたりするとかいう、うん、まあ、意図はとりあえずないから、うん、なんかまあ反社会的とかルールとか、うん、誰かが何かで変えていけばいいんじゃないかなっていう、うん、なるほど ね、 なんかね、そういうこともありましたですね、はい、すいません、なかなかちょっと、いやいや、今更ながらなんだけど、はい、関西弁でしょ、そう、はい、そう、あの三重県なんですよ、ね、え、三重県、あなたは三重県って言ったら隣じゃないのよ、奈良、あ、そうなんですか、奈良もちょくちょくお邪魔して、奈良のどの辺行かれるんですか、行かれるんですか、奈良市持ち戸の木商店の、なんか奈良、奈良市に大仏さんの近くですか、奈良市、はい、じゃあまだ都会ですね、うん、私、まあ、吉野の山の奥の方、すごい田舎なんだって、柏原、柏原、柏原はこっち、そうですね、あ、行く、あー、そうなんですか、吉野、はい、でも全然なんか言葉がね、そうな、なんか関西人の人と話すと関西弁になるんですけど、話すと、あ、出た出た出ました、いただきましたやったよ、やったね、引き出しましたよ、でもお母さんもね、普通ね、そんなにね、なんか出ないですもんね、まあまあ、そこまでこうやって、うん、なんだろう、うん、いやこれはね、あの全国この番組をお聞きのね、はい、400万人の400万人の傾向ファンの皆様からなんかね、なかなかね、ちょっとなんか変な感じに なるんですよね、あんまり、そうだね、人の前で関西弁喋んないもんね、うん、基本的にはね、あのゲストが関西人で、例えば高校の同級生だったら、ね、コテコテの関西弁になってるって言って、うん、あのトリフ社長が関西弁になっててハハハってこう笑ってたっていう一人で確かに面白いよ確かにね、そんな感じですけどね、え、酒井さんは大塚ですか、僕はもう東京生まれで、あ、はい、もう代々そのもうずっと渋谷で生まれたんだから、渋谷で、あら渋谷で、でもね、千葉で信州の血が入ってるんですよ、そうそう、まあ、はい、祖父母も両親も、はい、あの長野県出身なんで、あ、100% 長野県の血が流れてる。だけど渋谷で生まれたのは、そう、東京。なんかっこいい、渋谷で生まれたとか言うてた。私ね、ね、そんな俺みたいな、ほんのペンギン村みたいなところで生まれたのに、ほんともう妖怪じゃなんだってね。あね、まあまあ、あの、まあ、東京生まれだからね。東京生まれ。そうだ。言ってみたいわ。ね、いつ頃から東京に来られたんですか？なんだろう、2006年やったんで、1113年ぐらいですかね、まだじゃあ20代前半の頃だね、そうそうそう、気が付いたらね、もう35歳ですからね、どうしようね、ほんとね、いやいや、でもね、ちょっとほら、このいつにどこで何をやるっていうね、今一覧表さっきもらったんだけど、ライブ予定ですね、これすごいよね、もうほぼ毎日どっかで必ずこう、うん、流しとかもだいぶやってるんでね、最近ね、そう、あの、ね、皆さんも多分この聞いてらっしゃる方も知ってらっしゃると思うんですけど、はいはい、大塚ね、あの去年ね、
オモファイブというあの星野リゾートのホテルがまあ来まして、はいはいはい、でそのすぐ隣に 裏みたいなところに大塚のれん街っていうね、ちょっと賑やかなこうきらびやかなね、そうですね、提灯みたいなのがたくさんついた、うん、居酒屋のこう集合体みたいなのができて大塚のれん街っていうんですけど、うんうん、そこにね私の知り合いなんかも何人かあの流しで行ってるミュージシャンの方いらっしゃるんですけど、はいはい、いやもう岡君が言ってるのをちょっと知らなくて、あすいません、やったら岡君も言ってるんだと思って、いやいやいや、もうこれはもう大塚のご縁ですよ、もう本当にありがたいですよ、ね、で結構ほらあのいろいろ僕もその知り合いに聞いたら、はい、あのちゃんとおひねりもらったりね、そうできるんで結構嬉しいですなんて言ってたけど、めちゃくちゃありがたい、もう、うん、もう家賃と生活費のあれですよ、だってね、まあ、立派な収入だからね、これね、いや本当そうですよ、ね、もうね、うん、あのちゃんとあの税務申告も大丈夫ですけど、はい、ご心配なくと、いやいやいや、ね、いや、私この名護市で一番面白いプレゼントとかなんかあったんですか、あのね、あのだからあの結構そのお気持ちでっていう感じで、うんうんうん、なんでもちろん何も強制はしないんですけど、はい、別に何もあのいただかないこともあるし、なんか箱みたいなの持ってくの、まあ、今一応あの CD とかそのあのフライヤーとか、はいはいはい、まあ、おひねり箱みたいなの持ってくんですけど、まあその中であの、まあ、1000円とか入れてくれる方もいれば、うん、ね、5円10円入れてくれる方もいるんですけど、なんかこの前あの使えないテレホンカード10枚ぐらいとなんかとか、あの吉野家の卵無料券とか、あなんかソフランシー 5% オフなんとかとかああいうのいただいたりとか、なるほど、なんかビットコインとかいただいたこともある、ビットコイン、広告の切り抜きとかだよねそれね、そうそうそう、ね、そうそう、チラシの切り抜き、そう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 、でもいろんな経験させてもらいますね、うん、まあ、いろんな方いらっしゃるんで、はいはいはい、まあ、それがきっかけでじゃあ次またどっち歌いに来いよとか、うん、お話もいただくし、うん、まあ、僕にはフリーはやっぱりあの全部人のご縁がないと次に次にって歌えない、うん、そうだよね、やっぱりこの世界はね、あの横のつながりも結構大事でね、うん、縦のつながりだけじゃなくて、うん、でやっぱり横のつながりがこう広がれば広がるほどこう面が広がるから、うん、その自分がこう活躍できそうなところがね、うん、どんどん広がっていくよね、やっぱりね、それだよね、やっぱりね、そうですね、スマホなくしたら終わりですね、ああそうか、あ確かに確かに言える、今はもうどうしようもないよね、そうですね、皆さんデータのバックアップだけは本当に、うん、予定表しかり、ね、そうですね、電話帳しかり、そうですね、本当全部スマホ頼みだもんね、そうですね、本当だよね、だからあとはクラウドとかにこう、ね、うん、スケジュールを、はいはい、上げとく方とかもバックアップとか、うん、ね、あの手帳を物でお持ちの方は、うん、それ例えばカバンの中に入れて置き忘れたりとかしたら、うん、ね、分かんなくなっちゃいますからね、なんか、そう、あ、俺聞くの忘れちゃった、はい、あのもともと歌というか、はい、音楽を始めたきっかけっていうのは、ああきっかけ、どのぐらいの時期の頃なのは、うん、高校生ぐらいの時に、うん、まあ、思春期でいろいろ、まあ、人、そう、ギター弾きてーとかって感じ、軽音部だったんですか、いや全然違うんです、うん、なんかもっとどっちかっていうとなんかあの優等生エリートになりなさい的な感じの感じでやったんですけど、人生に迷い始め、はい、何のために俺たちは生きとんねやろとかいろいろゴロゴロ考えてる時に、うん、ふと長渕さんの歌を聴いてしまい、あ、そこですか、そうなんですよね、なんか自分もね、どうせみんな死ぬし、あのおばあちゃん子ですごいおばあちゃん大好きだったんですけど、うん、おばあちゃん亡くしたりして、何のために人は生きてくれるな、何を残していけるなとか考えた時に、うん、まあ自分もこうビビリなんですけど、うん、できる限りこうあのやりたいことをどんどんやったりとか、うん、なんか言いたいことを言っとる偉そうなやつに、うん、違うやろって、そんな人の心のないようなこと言っていじめたりすんなバカって言って立ち向かってったりとかまあそういうことをやっていく生きざまって言ったらそのかっこよすぎますけど、うん、そういうのをまあどうせならなんか残していきたいなっていうので、うん、それがこうやっぱりちょっと歌取りにしまして、歌とか作品を残してそれで伝え、メッセージを伝えたいっていうか、基本的にはでしょ、全部自分で曲作って歌詞も自分で作って、そうなんです、でもそれもでもちゃんとほら勉強しないとできないじゃないですか、ね、結構独学でやられたんですか、いや、あ、もうね、もうトークのなんかこうちょっと振りの上手さがやばいね、坂井さん、そうありがたいっすよ、ありがたいね、引き出し方がうまいもんね、ほんとね、もう最高やね、気持ちいいね、ゲストっていうのはありがたいよ、
だってちょっとね、事前にさっきお渡しさせたプロさせていただいたプロフィールで、ええー、とこかいつまんでちゃんと質問してくれるんですもんね。もう最高ですよ。もうね、だいぶ慣れましたよ。59回目ですからね。だいぶ慣れましたよ。すごいですよね。そうそうそう。ああそうそう、あでそれは、うん、あのかちょっと海外に、うん、あのちょっと留学で、うん、そうなんだ、なんかそれであのいろいろギターとかいろいろ教えてもらって、はい、やってきたんですが、うん、歌は下手やし別に音楽って好きっていうほど好きじゃない、なんていうんですか、このあのなんかその毎日ピアノ弾いとりたいとか、うん、クラシック大好きとかそんな感じじゃなくて、うん、どっちかっていうとこの音楽をあのこのメッセージを伝えるためのツール、うん、例えばそれで本書く方もいらっしゃるし、うん、あまあ、うん、そういう、いい意味で言うとすごくいいあれだよね、うん、まあ、趣味の延長じゃないけど仕事の、まあうん、まあみんなね、うん、ちゃんと仕事なんだけど、はいはい、いい大事だよねそういうのメッセージ、いやいや、メッセージを伝えるためのツール、うん、ツールでねっていうことで、うん、だから曲に結構ブワーって詰め込んじゃう、日々毎日歌詞も書くしあれなんで、もう一曲がもう長いやつなんだ、ね、ライブ俺な、ま、ってか歌ってるの何回も聞いてるけど なあるんですか、なんで何番とか、いや何番っていうかもうなんか曲が A メロ B メロとかっていうのがちゃんとしてなくて、なるほど、面白いよ、でもそうです、だからよくねあの MPJ の麻生さんとかにもよくね、うん、あの言われるんですけど、だいぶ昔にねこの番組にもそう出てもらったって、ね、らしいですね、岡君あのねってあの曲が一人歩きするようなみんなが歌える曲とか歌ったらそれで多分ドーンといったらいいと思うよって、だからあの今のはあの岡君しか歌えない11分とかの曲があっても誰も歌えないから、まあ、確かに誰も歌えないと思うですよね、そっかそっか、そうですよね、だそういう意味では結構ね、なんだろうな、三分子に似てるかもしれないですからね、うん、あ本当だ、でもね面白いんだよ、うん、本当にあのすみません、キャラクターもやっぱ明るこういうね明るいキャラクターだし、うんうん、なんとなくこう悪びれたとこも全くないんで、うん、すごいねあの人に好かれる、うん、いやなんか、うん、もうなんか気持ちよくなってきましたもうあのこれからほらますます大塚ね、大塚以外でも頑張ってもらわなきゃいけないけど、大塚でもね、うん、ドーンとこう頑張ってもらいたいし、いやもうもちろんやらせてください、ね、本当にね、本当に楽しみにしてますんで、いやいやこちらこそ、ね、こちらこそ、でも末永く大塚音楽祭に、ね、いやいや本当にね、まあ今年でほら11回、ね、ね、でしたよね社長ね、11回でしたよね、まる大変なんですよ、ね、その運営の方たちの大変なのもやっぱり、うん、何ですか、 なんですかそのステージだけ見てるんじゃないから分かるじゃないですか、うん、こうでもね、やっぱ終わってできちゃったっていうね、はいはいはい、やったっていうのでいいんじゃないそう、あの裏方の苦労とかもう皆さんは全然知らなくていいと思う、いや、うん、そんなことないと思いますよ、知らなくていいと思うよ、いやそんなことないよ、大丈夫、あのそういう苦労をまあまああの感じさせないようになんとかこう皆さんに気持ちよく歌ってもらったりね、うん、演奏してもらうことを目標に我々運営してもらってるので、ね、なんとかっこいいって言われたい、もうかっこいい気品高いです ねありがとうございます、はい、はい、もうね、もう楽しい時間ってもうすぐ来ちゃった、ベラ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 喋ってね、ほんとね、この番組の名前、はい、あの音楽日和っていうのは、はい、実は恵子先生がね、うん、本を書いてまして、はいはいはい、音楽日和という、うん、でその本の名前からいただいた番組名なんだけ なるほど、でその本の中に、はい、幸せの音っていうね、はい、音が、ね、あるんですけど、はいはい、ちょっと説明してもらえます、本当に私だったら愛犬のいびきが幸せに聞こえるとか、うん、ね、マサさんとかは朝のまな板のポンポポポンって味噌汁をやるとか、例えば具の大根を切ってる音とか、ある人はもう乾杯でカチンという音だとかいろいろとあると思うんですけど、お母さんにとって、あなるほど、ね、幸せの音って今何ですかっていうのを、ね、いつも聞いてるんですけど、なるほど、ちょっとなんか地方とか、はい、に行った時とか、まあ、三重が地元なんですけど、うん、帰った時とか、はい、もうそこら中田んぼだらけなんですよ、うんうんうん、はい、だからそういうところでこう夜中とかにまあ、月が出とって、ほいでなんかカエルが鳴いとったりとか、なんか虫がピーピーやってたりとか、川がね、ちっちゃい川がジョブジョブ流れてたりとか、その静かな空間に来ると、あーなんか、まあ都会は都会でいいんですけど、なんかそういう喧騒からちょっと離れて、なんかこういうとこで生まれ育ったんやなっていうのを思うその瞬間が結構ね、なるほど、いいですね、なんか人間らしくていいね私ね今の話めっちゃわかるんですよ、マサさんわかんないでしょ東京人には、私も田んぼだらけ掘ってた
か音だけなんですよ、ねね、なんかカエルの音とか、はい、なんかいろんな、はい、なってるんですよね、はい、あの暗闇でね、何にも光がないところでね。でもね、実はね、東京もね、秋になるとあの虫鳴いたりして、ね、いや、この明るさがもう何にもないんですよ。まあ、ですよね。田舎へほら行ったことないわけじゃないから、なんとなくわかるけどね、うん、真っ暗でね。そうそうそう、本当に真っ暗で、こうどこ歩いてんだかわかんねえよね。そうそうそう、ね、そう、落ちる人いるんですから、うん、あの溝とかがなくって。落ちたことできた。ね、あれ恵子先生、そうなんですか。落ちたことあるんだよ。あ、ね、無傷でしたけどね。あ、落ちたよ。無傷でしたけど、いただきました。いただきました。はい、落ちました。いや、でも分かる気がする。なるほどね。でもいいよね、うん、そういうのね、うん、そうっすね。ちょっとほら、そういうのをね、こう、例えば今スマホとかあるから録音しておいて、あ、たまにこうなんか嫌になった時聞いてみるとか、ね、あ、そうそうね、いいかもね。そうですね、うん、今度録画、ね、録音して撮ってきたら聞かせてください。あ、全然もう。あ、なんかツイッターとかももちろんやられてるんですよね。田舎のこの幸せの音とか言って。なるほどね。いいね。あ、なるほどね。あ、これ前回お聞きいただきました、まさとけいこの音楽日和の収録聞いていただいて皆さんと。そこで反応なかったら、おい、どこ聞いとんねん、みんなと。聞いてくれよ、と。そうそう、ある人は、あれ、何も声が入ってないのかって思うかもしれないけど。なんなんこれって言っとる人は、情報をちゃんと、ね。そうですね。すいませんね。いやいやいや、情報過多な社会ですからね。まあ、それが実現することをちょっと楽しみにして、はい、かしこまりました。本当に楽しい話をね、あっという間に終わっちゃうんですけれども、はい、最後にね、ちょっと告知をしていただきたいと思います、はい、これ配信がもう6月11日なので、はいはい、その以降ということで、なるほど、何かちょっとあったら言っていただけると、なるほど、はい、皆さんに、あ、はい、基本的にもうライブとか流しとかもやりまくって、大塚ののれん街もやるんですか。またやってます、めちゃくちゃやってます。あと代々木ののれん街でもね、やられてる、ね、あ、そうですね、はい、同じ系列なので、うん、そちらでもやらせていただいてますし、はい、他の、まあ、FM とかちょっとだけテレビとか、うん、まあ、いろいろありますけども、うんうんうん、とりあえずじゃあ6月の22日の土曜日に、はい、大久保のドルチェビータという、ね、うん、ですね、ライブカフェで、はい、まあ、自分がずっと育ててもらったカフェなんです、うんうん、ライブカフェなんですけども、そこで入場無料で岡秀俊とそこのマスターがガチンコでツーマンライブをやります。おお、面白いね、それ、ね、本気でツーマンライブをします。しかも入場無料で、はい、まあ、ワンドリンクとかだけ、まあ、はい、ご注文いただくかと思うんですけど、で、まあ、本気でももうなんかいつもね30分とか時間いただいてても、曲が長いしトークが長いから2曲ぐらいしか歌えないですよね。この日は特別も1時間ぐらい多分、じゃあ4曲はいける、4曲はいけるな。もしかしたら1時間半ぐらいいけるかもしれないね。だからね、8曲ぐらいいけるかもしれないね。なるほど、ね、19時オープン、19時半スタートということで、はい、まあ、投げ銭制な感じなんで、はい、見ていただいて別に何も投げ銭いただかなくても大丈夫ですし、はい、もしなんかおーええー、なーと思ったら、うん、ね、持ってる、ま、札束から、うん、卵無料券から、ね、ソフランシーの 5% オフから何でもね、そう、投げ銭でライブとかやってるとね、はいはい、500円玉とか入れてくれる人はいいんだけど、はいはい、100円玉とかの人もいるじゃない。ああ、もちろんもちろん、まあ、悪くはないんだけど、なんか心がちょっとこう折れそうになるね。まあね、初めそうだったんですけど、うん、もうなんかあんまりそういうの気にしないようにして、なんかこう純粋にこうもうなんかやっぱりお金のことを見ちゃうと、お金のためにやってるってなっちゃうんで、うん、もうそれを超えてなんかやっぱりこうもうっていう、なんかもう俺の生活が厳しいのはもう分かっとる話。もうみんな死ぬからみたいな、俺もね、なんかっていう、できる限り、はい、はい、なんかそんな感じです。すみません、わかりました。じゃあぜひそのね、はい、22日、くしくも私のバルさんもね、出る、そう、私昼間なんで、あ、そうか、時間があったらちょっと行かせていただこうかなと思ってます。それとね、6月のほら28日にほら、はいはい、ほら元 CCB の関口誠さんの日当たりテレビ、はい、ネット出演26、はい、はいはい、6月26、これこの間ね、実は私も関口さんとちょっと知り合いになりました。ああ、そうなんですか。やっぱ狭いですね、まあ、世の中ね、めっちゃあちこち活動されてるから、そうもう関口さん、関口さんっていうか、あれですよ、
酒井さんのテレビとかもね ありましたしね。そう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 、あったしね、いろいろ味噌屋のねってね、ああいうのフェイスブックとか見とくと結構テンション密かに上がってるんですよこっち。知らないでしょうけど、よっしゃって、うん、そうそうそう、わーって来とる、知った人出たろとかわーってなってる。でも確かにあの知ってる人が出てるの見るとさ、やっぱりちょっとテンション上がるよね。そうそうそう、嬉しくなる。そう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 、だってちょっと知ってる店出てわーっとわーってなりますもんね。ここの道知ってるわーって。テレビ見とる全然関係ない隣の人に知っとる知っとるって言いたくなる。ちょっと僕みんなはね、なるんですよってね、言っちゃいますよね。本当にね、口コミなんですね。まあ体もね、まだ若いとはいえね、味噌汁を超えたので、あ、味噌屋さんだけに、ね、うまい、うまい、いただきました、いただきました。ね、体にね気をつけてね、一生懸命その、はい、自分の魂をですね皆さんに伝えていただければと、ありがとうございますので、はい、これからもね、ますます。お母さんに活躍をしていただいて、もちろん大塚の町もね、はい、お母さんに盛り上げてもらいたいと思いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。今日のゲストは、はい、シンガーソングライターの岡秀俊さんでした。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも。それでは今月の曲のコーナーに参りたいと思います。はい、今月の曲はですね、ゲストの岡さんからご紹介していただきたいと思います。ありがとうございます。さっきね、いろいろお話ししていただいて、こうごちゃごちゃね、こうわーとか気をやるみたいな感じで、うん、ギター弾き語りでわーってうるさい曲が流れてくるのかなと思いきや、はい、ピアノの恵子先生のね前でちょっとこんな曲こと言うのも恐縮なんでございますが、ピアノの弾き語りバラードを聴いていただきたいなというふうに思います。岡秀俊で明日の君のために、どうぞお聞きください。よろしくお願いします。I know.
写真の中泣き虫だった頃のあのあぜ道で何を感じていたのだろう。私は毎日歩く。牛子さん、こんにちは。町のみんなを幸せにしたい。積極的に買い取りいたします。おーい、牛子さん。はい、藤子さんです。収益不動産ドーンと売ってください。感動のない経営は僕は経営じゃないじゃないか。人の時代になりますから、農耕民族的な人を大事にする金融機関でありたいなと。ね、岡さんの曲を聴いていただきましたけれども、なんか色いっぱいね曲をお持ちなのに、うん、なんか私がちょっとピアノだからって言ってピアノの曲をね選んでいただいて、なんか嬉しいですね。なんか嬉しい感じの素敵な曲ですよね、バラードで、ね、いいですよ ね、 ね、あの全然あの本人の顔見るとね、うん、そんな本人が歌ってんのかなっていう感じと思うんですけど、あ、言っちゃった言っちゃった言っちゃったね、じゃあね、今後のね、はい、ちょっとまた大塚の情報も交えながら、そうです、2人のね、はい、音楽祭は終わりましたけど、まだまだ、はい、まさと稽古のね、ちょっとこれからの予定をですね、あのちょっと皆さんに、お知らせさせていただきたいと思いますけれども、はい、私から言っちゃいますかね、はい、ですね、まず、6月22日の土曜日なんですけれども、はい、起き上がりこぼし芸術祭ボリューム29というのがございま、はい、イベントがございまして、はい、こちらですね、木島真美さんという方が、うん、
あの東北復興支援のために2014年から、うん、2ヶ月に1回ずつ開催しているね、素敵なイベントらしいんですけれども、毎回歌のゲストを、うん、呼んで、あと例えば占いだとかマジックだとか あとお笑いだとかね、音楽だけじゃなくてそういうイベントっていうか、そうちょっとしたこう舞台だとかそういったものもなんかやるような、エンターテインメントのイベントなんだけれども、でその22日の土曜日の会に、私あの歌のゲストでちょっと呼んでいただきまして、私の出番がですね、どっかに書いて15時半から、まあ、15時45分、15分間なんですけども、まあ、約3曲ほど歌わせていただけるということになりました。で場所がですね、高田馬場音部屋スクエアさんというところなんですけども、それはライブハウスかなだと思うんですけどもね、まあ、こちらのまたホームページの方にも案内をちゃんと貼り付けておきますので、ご参考いただければと思います。入場料2500円、そこに、そのイベントの名前と同じあの起き上がりこぼしの人形がついてるということで、必ず1個もらって帰れるそうですので、皆さんぜひよかったら、私の歌もそうですけれども、今回はなんかね占いの方々がたくさん来てくれて、で1000円かなんかでね占ってもらえるらしいんですよ。だからそれもなんか面白そうなので、1日中やってるってことですか ね時間はね、2時から6時まで、午後2時から午後6時まで4時間やってますので、ぜひ皆さん楽しみに、一回入ったら2500円でいいっていうことですか、だと思います。なるほど、そうみたいです、なので、楽しいね、いろいろなことをやると思いますので、皆さんそれのね案内もちゃんとあの全部リンクを貼っておきますので、皆さん参考にしていただいて、よろしくお願いしたいと思います。それからね大塚の方はですね、音楽祭が終わって今度あの7月の4日5日木曜日と金曜日、夕方6、4時から、16時から、今年も恒例 のビアガーデンをやりますので、ービールがすっごく売れる、生ビールでイベントですね。なんか初年度はね100杯売れたっていう話をしてましたから、皆さんね、いいね、楽しみ。だって帰りね、あの電車乗って帰って疲れてやってたら飲みたくなるじゃないですか。で、ね、ちょうどほら音楽祭の時から大塚駅の南口駅前のトランパロ広場に、トランパロ大塚に、仮設 のステージをねずっと作っちゃうので、それも使いながら、歌もありながらね、ジャズとかクラシックとかいろいろあると思うんですけれども、あとダンスだとか、ジプシー系 の激しい曲をやる方々とかですね、おそらく出るんじゃないかなと思いますので、賑やかな感じですね、皆さん、ぜひぜひ遊びに来てください。ビール飲ん であとね、多分商店街の方の、何か食べ物とか、そういったものも食べることもできると思いますので、皆さんぜひよかったらおいでください。それは16時で、何時頃までやってるんですか。8時半ぐらいまでやってるんじゃないかな、確か。なるほど、だと思いました。はい、で詳しくはまたね、私のホームページですとか、ブログですとか、Facebook の方に、上がっていきますので、そちらの方をまた確認していただければと思います。もちろんスモールさんの、ホームページにもリンクしてもらえますので、よろしくお願いしたいと思います。一応私の方はそれぐらいかな。そしたら稽古はですね、いつも告知をさせていただいて、稽古の部屋、稽古の部屋じゃない、ピアノクラブという名前だった、そう、稽古クラブがだんだんなんかこううにょ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 ってなってきて、今ピアノクラブというオーソドックスな名前になったんですけど、28回目になるのかな、になるんですけど、6月24日の月曜日、9時から19時からですね、1時間ぐらいピアノの曲いろいろと、19時ね、はい、7時ね、午後7時から、ね、はい、午後7時からです。1時間ほどなので、ちょっと気軽に来てもらえればなということで開催させていただいています。こちらちょっと会場の都合もありまして、田町駅から徒歩10分ぐらいかかるところなんですけど、そのあたりで予約とか事前に行きますと言ってくだされば、詳しくご案内させていただきますので、場所等はこれは会費というか1500円で
聞いていただけるんで、皆様ちょっとピアノに興味があるけど行けないなとか、なんかちょっと敷居が高いなとか思ってる方、ぜひぜひ来てください。よろしくお願いします。はい、ということでですね、このね、まあ、60回来月迎えるわけですけども、なんかねちょっとこう公開収録みたいな、なんかそんな話をね、なんかちらほらやる予定もちょっと、まあ、組んでおりますので、来月あたりにそれはちょっと、そうですね、詳しいことはお話できるかなというふうに思いますので、はい、そちらの方も楽しみにしていただければと思います。です、そんな感じですかね、はい、でももう半年も過ぎましたけど、今年皆さんはまだまだあのね、半年もあります、夏に向かって皆さん元気で、あ、そうだ、これから暑くなりますからね、そうそう、体調管理がね、そう、食べ物とかも注意して、はい、皆様元気に頑張ってください、ね、気をつけてくださいよ、はい、皆さんね、体調にはね、そうです、はい、ということで、皆さん今月もどうもありがとうございました。ありがとうございました。マサとケイコの音楽日和、それではまた来月会いましょう。会いましょう。